れて無知的にはこれでいいんだよね。うん、あんまならあ、でもこのさ横のさこういう叩き方ってどういう風に入ったらそう、もう払うだけって感じだ。払ってどこに、うん、どの指に当ててる。親指のここなんだ。キレキレキレ。そう、その叩き方がさ、ここに当ててるってこと。これはね。ああ。でも、あの動きに無駄がないっていうか、当たりが綺麗だよね。この動きが。じゃあやってみますね。はい。もう一回とかこれ。てんのは爪でシャって普通に、でも響きが出るね。あとさ、なんかフレーム外っていうかさ、そのさ枠外のところもさ、うん、指でやってたのあれは、そうそう、なんかこれはね、下のラブドラムやった時に見たんだけど、うん、ここでリズムをやってて、うん、この中で例えば1、2、3、4、うん、シンプルにね。響きっていうかちょっとしたなんか楽器の生の音みたいな。私はあの千早がドレミファドレミファをやり始めたあたりから定まったなっていう。定まった。あの なるほどなと思う。なんかその音階がこれはドレミファドレミファ全部あるからあれなんだけど、その例えばさ、簡単な三分、あ下の三分、あとは。ドレ、ドレ、
曲あるよね、沖縄。うん、うん、あ、面白いね。そうか、そうか、音階次第でね。ラブドラムは音階決まってるから、うん、もう本当どこ叩いてもそれっぽく、それらしく聞こえるってやつで、うん、なんか自分でなんていうの、あとさ、なんかどこ叩いてる人がいたの、ここと一緒なんですか。そこと一緒。あ、でさっきのさ、例えばあのスラップみたいな感じで、うん、まあアクセントもこうできるし、出たりとかちょっと、うん、こういう感じでやってもいいし、まああんまりやっぱ響いちゃうから、うん、じゃないけど、うん、ここバラエティ的にはさ、では魚もやってみよう。いやいや、やめてくれよ。ならない、ならない。スケールを決めちゃうっていう感じかな、ね、そっかそっか。だからそれを全部あるんだったら、うん、まああとこの半音とかもできるから、うんうんうん、そうだよ、半音使っちゃってさ、わざとさ、なんとかディリアン音階みたいなのに変えちゃう。アイリッシュみたいにやってみたい、ケルト音楽的な、そういうのもやってみたいんだけど、あれは なんだっけ、音階ってさ、音階っていうよりもさ、8分の12とか9とかにするよ。そうか、そうか、それだとリズム的にって感じになる。そうそうそう、それもなるし、デレ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 全部リズム、合わせればいいんだよ、合わせればいい、ああいう感じでいいのかしら。なるほど、ね、ビールのリズムにすればいい。音はこれでもいけるのかな。いや、スケールは多分考えないと、そうだよね、うん、そうだね。なんか、結構さ、ラブダルムもスケール表があるから、それを参考にして、そっかそっか、それで作って、この曲はこのチューニングでやるみたいなやつやると、それで設定しちゃってね、うん、あとはまあ両手使ってるから、だいたい私がやるのは、うん、その3つのなんていうの、3つのアクセント色、うん、これがアイリッシュのリズムになってる、うん、そうだね、ほぼこれで3連符系、そう、3連符、ね、タツツタツツタンタン、アイリッシュダンスがそういう動きじゃん、こういう動きだもん、そうだね、それでもう手順ずっとオルタネードだし、うん、もう1個例えば下の音そうで決めるんだったら、ベースの音決めると動きやすいよね。そうだね、これの場合さ、真ん中がもうソってなっちゃってるからさ、割とそれ基準にしてもいいのかな、もしかしてね、うん、なんかミの楽器もあるけどさ、でも大体一番真ん中の方が楽だよね、きっとね、動きやすいよね、そう、手が楽、いろんな方向に行けるから、うん、やだ、もうすごいいいこと聞いちゃった。だいたい私もそのもうこれは何でも応用できる。そうだよね、うん、太鼓いくつか並べてる、トムがいっぱいやるみたいな、そう、それがね、それが、ね、それパーカッショニストの人がさ、うん、できるわけじゃん、うん、そう、カリンバもそれ、うん、カリンバも真ん中ね、真ん中、ね、こっちに行って、ね、で、ガチャン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 、割とカリンバとセットだよね、カリンバとかとコラボするにはいいかもしれない。ね、なんか結構セットでやってる人多いかもしれない、うん、まあ、あとはもうその音が伸びた時の腕の動きだよね、伸びた時、伸びてますよ。伸びてますよ。ヒーラー系の人は本当。ああ、そうだよね。あとヒーラー系の人、こう伸びてる間透けてる、素材が透けてる。そうか。私ヒーラー系では腕をやっぱどういう伸ばしで、うん、やるかによって、ね、距離が変わるから。そうかそうか。いいじゃん、あんた足の動き気持ち悪いけど、これ足使わないから手なら大丈夫、油がかけないのよ、決めてくでしょ。でもこれでやればいいじゃん、私も無理だよ、これでやれるじゃん。それ一番でもできないけど。あ、でも私もなんか結構たくさん楽器があるときはなんかこう、あ、そういう、あ、なるほどね、半腰みたいなね、腕で少ないから、そういうことは、魚もう生足脈のまま命令する。昔はできたよ、そういうことは。なんかいい感じの布を引いて、あ、大きいラグとか引けばいいじゃん、全部ね、そうやるとなんかちょっとこう雰囲気が、そうかそうかそうか、あのチーンとか置いておいて、そうね、そうね、なんかここで置いておいて、あのこれが地べたにあるんだったらさ、あのわざとこれぐらいの高さに立てといて、シューンとか触れるのを置いといたり、ね、私今日今一番あれなのは、親指でその鳴らす、これね、うん、そんなね、ならないんだよ、これはもう、普通に
こうスナップ使うとかじゃなくて、もうくるってやってる。でもこう動きはこれをやってるだけじゃないの。これやってるだけなんだ。でここに当たる。スナップベース。あれに似てんね。あのなんだっけ、ここに持ってやるやつ。ああボーンズとか。あ、そう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 。あ、そうだね。こういう動きか。普段しないな。そうそう、これってさ、私たちなかなかしないんだけど。しないよね。マーチングパスドラもこの動きだから。我々はよくやってましたよね。そういえば。我々はよくやってましたね。パスドラやったね。マチ2本の感じで言うと、うん、でも、マリット2本と同じ。ああいう感じ。そう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 。パラパラ。急にマリンバになったね。パラパラね。急にマリンバっぽくなった。パラパラね。オッケーオッケー。あの、なんていうの、指の使い方っていうか、それは同じ。パラパラで動いちゃえばいいのか、じゃあ私の場合ここ、それでいいと思う。それでいいと思う。私左は難しいけど、これ。あ、でもこういうのできんじゃない、うん、これ、うん、そうね、バーそんなにいけないよただこっちに来るときに、うん、ちょっと引っ掛けないといけないかな。こっち外向きはね、なるんだよね。人差し指だとどこで当たってる、こっち側。いや、腹、腹、あ、こっちは腹でやる。で、こっちはここね、横にあって。ありがとうございます。はい、素晴らしい、さすが、よかった、持ってきて